これはアデューナのディマというコードです。シリアルを読み込んで、LED を制御します。これはプロセッシングから制御するためのディマのプログラム。実行すると、このようなウィンドウが出て、暗い方に行くと暗く、明るい方に行くと明るく、このようになります。同じコードをまず一度止めてから、ランチパッドを接続接続します。で、実行すると、最初に認識するシリアル、最初に認識するシリアルを取るか、あかんがな。アデューナ抜かないとダメですね。アデューナ抜きまして、もう一度実行。今度は TTIUART10FF464 というのを最初に認識してますので、これはランチパッドです。こいつでよー、下の LED が明るくなったり暗くなったりするのが見えるでしょうか。全く同じコードが動いてます。プロセッシングからの制御も同じようにできる。完璧ですね。